まもなくそのファイナルクォーター、第4クォーターに入ります。クラブベアーズ相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴールで試合が再開されます。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック6番プレーアクションパスを展開。中央を切れ込んだタイトエンド85番がこれを見事にキャッチしまして、タッチダウンとしました。クラブベアーズ6点追加です。見事なプレーアクションパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷。取りましたのはタイトエンド西江、ともに大阪体育大学出身。杉谷は52歳、西江は51歳、100オーバーのコンビがここでタッチダウンを決めました。さあ、そしてここでトライフォーポイントは2ポイントコンバージョン、2点を狙います。エンドゾーンに入ると2点入りますが、どうでしょう。このプレーは失敗です。結果的にトライフォーポイント失敗となりまして、6点止まり。クラブベアーズ19点、クラブアイランズ0点。しかしベアーズさらにリードを取ることに成功しました。ベアーズこの100オーバーコンビが本日2つのタッチダウンを挙げ、非常に試合を有利な形で展開しております。ベテランの妙味がこの試合では非常に際立つ形で試合は展開されております。さあ、アイランズもこれを何とか取り返さんというところでしょう。このキックオフリターンでどこまで返せるか注目です。クラブベアーズキックオフ。さあ、アイランズリターンに入ります。ブロッカーある中央突破を図りまして、自陣26ヤードから攻撃という形になります。さあ、第4クォーターに入りまして、アイランズ攻撃陣突破口を見出すことができるでしょうか。ボールオンは自陣26ヤードからクラブアイランズファーストダウン10。まずリードオプションの展開をしようとしましたが、クォーターバックプレッシャーからボールをファンブルされました。ファンブルフォースを浴び、あわやボールをロストするところでしたが、これはランニング枠抑えております。しかし交代する形でセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン12。不成功。ここでクォーターバック7番は右に展開しているレシーバーへパスを投じようとしましたが、これをベアーズ4番がパスカット、パス不成功と変えました。見事な反応でパスカットしましたのはクラブベアーズ4番の川口、龍谷大学出身のルーキーです。ルーキーですが、しかし年齢36歳、オールドルーキー、素晴らしい活躍を見せております。クラブアイランズサーダン12。インターセプト、ターンオーバー。ここでアイランズはパスプレーによる突破を図りました。レシーバーとの1対1の競り合いでしたが、これを制したのはベアーズ17番、インターセプトにより攻撃権奪取し攻守交代です。ターンオーバー。鮮やかなインターセプトを決めましたのはクラブベアーズ17番の橋本、京都府立大学出身のルーキーです。
さあ攻撃権を奪取しましてクラブベアーズ攻撃に入ります。ボールオン相手陣48ヤードからクラブベアーズファーストアンテン。まずランプレーから入りました。ラニ枠45番ハンドオフを託されまして中央突破、タックル受けましたが相手を引きずるように約5ヤードのゲインとしています。キャリア45番は川端、北大津高校出身。クラブウェアーズ相手陣44ヤードからセカンドダウン5。パス成功、ファースター。ここでクォーターバック3番プレイアクションパス、ランプレーをフェイクしましてタイトエンド85番に鮮やかにパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事なプレイアクションを決めましたのはクォーターバック3番の吉田、江南高校出身、失礼しました、江南大学出身。取りましたのはタイトエンド85番の西江です、大阪体育大学出身。クラブベアーズ相手陣22ヤードからファーストアンテン。今度はランプレーです。キャリア45番ハンドオフを託され右オフタックルを突破、味方ブロッカー生かしながら約7ヤードのゲインに変えております。本日は45番川端非常に好調です。ランプレーゲインを重ねております。クラブベアーズセカンドダウン3、さあ再びランプレーです。攻撃権更新ファースター。川端再び託されまして右オフタックル突破し攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。さあ相手陣8ヤードに入りましてファーストアンドゴールに変わります。クラブベアーズ残り8ヤードの攻撃、ファーストアンドゴール。パス不成功。ここで一気にエンドゾーン狙わんというパスでしたが、これをアイランズ4番が素晴らしい対応をしましてパスカット、パス不成功となっております。見事なパスカットを決めましたがクラブアイランズ4番の毛利、先月ながら私の母校後輩のプレイヤーです。姫路獨協大学出身、そしてチームの代表を務めております。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブベアーズ相手陣8ヤードからセカンドダウン2ゴール。パス不成功。今度は左側にいましたワイドレシーバーとの1対1の状況を作りました。文字通り空中戦となりましたが、これは見事にアイランズ4番カバーしておりパス不成功となっております。後輩の毛利2つ大きなプレーを決めました。個人的なコメントにあわせて申し訳ございません。さあクラブアイランズサードアンドゴールです。さあここはランプレーを投入した。ラニ枠45番カーブとの突進でこの距離を突破はからんとしましたが残り1ヤードで止まっております。
フォースダウンに変わります。さあこの1ヤードの攻防、果たしてクラブベアーズはどのようなプレーを選択するでしょうか。タッチダウンを狙います。フォースダウンギャンブル。さあアイランズは何としてもこれは止めたい。さあここでウィングバックにリバースの形でカウンターを取らせるダイブプレーを展開しました。キャリアは92番の突進にかけましたがわずかに届いておりません。4回目の攻撃失敗という形になります。従いまして攻守交代、クラブアイランズの攻撃に変わります。ここはあえてフィールドゴールではなくタッチダウンを狙いに行く選択をしましたクラブベアーズでしたが、結果的にはフォースダウンギャンブル失敗となりまして攻守交代となりました。さあアイランズは危機を脱したことによってなんとかこれをきっかけに突破口を見出せるでしょうか。しかしボールは非常に厳しい位置、自陣1ヤードからの攻撃です。クラブアイランズファーストダウン10。さあまずクォーターバックそのまま中央に飛び込みました。クォーターバックスニークです。しかしこれは押し返しました。セーフティー。ここでまず確実に距離を稼がんとしましたが、逆にベアーズディフェンス陣が押し返し、クォーターバックをエンドゾーンで倒しました。従いましてこれは自殺戦となります。セーフティーとなりましてベアーズに2点入ります。クラブベアーズ21点、クラブアイランズ0点。しかもセーフティーはオフェンスチームの失点という形になります。この結果キックオフはオフェンスチーム側が行う形になります。そのキックオフのポイントも自陣20ヤードとかなり後退した位置からのキックオフ、結果的にクラブベアーズは次の攻撃を得やすい形となります。さあこのキックオフはしかしなんとかいい形にしこの状況の打開を図りたいアイランズですが、さあこのキックオフの結果どのようになるでしょうか。キックオフをしますのはクラブアイランズ91番の大山が務めます。興國高校出身のルーキーです。さあベアーズリターンに入ります。ハーフウェイ付近まで返したところでこの位置からの攻撃に変わります。さあディフェンス陣の奮闘によりましてセーフティーにより攻撃権を得る形になりましたクラブベアーズ。ディフェンス陣の活躍にオフェンス応えることができるでしょうか。ボールオンは自陣47ヤードにセットされております。クラブベアーズファーストダウン10。まずランプレーを投入しました。何枠45番、ハンドオフを受けまして左オフタックルを駆け上がりまして約8ヤードのゲインとしています。スピード感はそれほど感じないかもしれませんが、細かなステップを踏みまして相手タックルの芯を外すようにすり抜けるようにゲインを重ねております川端。これによりセカンドダウン2の状況でクラブベアーズ入ります。ボールオンは相手陣45ヤード。さあ今度は一気に中央へ突進しました。ランバック45番、味方オフェンスラインごと攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。
見事攻撃権更新を果たしましたのはランニングバック45番の川端、北大津高校出身。海は若さ、メッセージありがとうございます。両チームこの一戦初の白星を挙げんと奮闘を続けております。クラブベアーズファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック6番高く上がる形でワイドレシーバーとクォーターワイドレシーバーとディフェンスの1対1の状況に持ち込むロングパスを投じました。しかしこのパスの際にワイドレシーバー82番足を取られましてパス不成功となっています。クラブベアーズセカンドダウン10、パス成功、ファースター。クォーターバック6番今度は左に展開した92番にパス、92番これをキャッチし相手ディフェンスを吹き飛ばしながら前進しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。見事でタフでパワフルなキャッチを決めましたワイドレシーバータイトエンドの92番は山中、京都大学出身のプレイヤーです。平時43、今度は中央へのランプレー、ランニング45番スピードに乗って中央切れ込みまして約5ヤードのゲインとしています。ダウン表示誤っておりまして申し訳ございませんでした。現在はセカンドダウン5となっております。クラブベアーズセカンドダウン5、クォーターバック6番プレッシャーを感じましてスクランブルに転じました。見事なステップを切りまして約4ヤードのゲインと書いております。あえて負傷を避けるために自ら倒れ込みましてその前進距離を確保しました。杉谷、ここは老下のプレーを決めております。クラブベアーズサードの残り1ヤード、ボールオンは相手陣20ヤード。ナイスさん、ファースさん、この1ヤードランニングバック45番のランで攻撃権更新としました。クラブベアーズファースター。見事攻撃権更新の大役を果たしましたのはランニングバック45番の川端でした。北大津高校出身。クラブベアーズ相手陣14ヤードからファーストダウン10、ナイスファースター。ここでランニングバック45番一気にスピードに乗って中央突破し攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。川端非常に好調になってまいりました。試合終盤に差し掛かっておりますがその走りに衰えがありません。素晴らしいランです。さあ相手陣4ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールに変わります。再びランプレーです。ランニングバック45番右にオープン展開する際ディフェンスが襲いかかりましたがこれを見事にすり抜けまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えております。
ランプレーですので刻一刻時計は回り続けております。クラブウェアーズセカンドダウン2ゴール残り2ヤード、タッチダウン。ここでクラブベアーズクォーターバック自らが QB スニーク、オフェンスラインごと津波のようにフィールドをエンドゾーンに押し込みましてタッチダウン。クラブベアーズ6点獲得です。見事タッチダウンを挙げましたのはクォーターバック8番の稲葉でした。京都大学出身。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブベアーズ27点、クラブアイランズ0点でクラブベアーズの勝利となりました。ありがとうございました。クラブアイランズこの試合で勝利しまして白星挙げんというところでしたが、残念ながらこの試合敗戦しまして3敗、結果的にここで X2 昇格レースから脱落という形になりました。しかし素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。そしてクラブウェアーズここで見事勝利しまして、見事勝利しまして昇格レースに踏みとどまる形に成功しました。素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。アイランズ残念ですがこの試合を落とす形になりました。しかし戦いぶり見事でした。次戦にも期待したいと思います。ナイスファイトでした。この結果クラブベアーズは1勝2敗という形になりまして、かろうじてですが X2 昇格レースに踏みとどまる形になりました。今回は X2 への昇格は勝ち越しとなる3勝が1つのボーダーラインです。このラインに残れるかどうかの瀬戸際の一戦は最終的にベアーズが制した形になっております。さあベアーズはこの後の残り1試合を勝利し、その可能性を残す形を取ることにできるでしょうか。アイランズは残念ながらここでそのレースからは脱落という形になりますが、来季以降の戦いに非常に期待が持てるシーンも散見する試合でありました。これからの2戦においてその突破口となるきっかけを見出せることを期待したいと思います。かつてこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と目的のため犯罪を厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者が彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。
あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い、あられ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきたいと思います。多くの方々にチャット欄のメッセージいただきまして大変ありがとうございました。できる限り分かりやすい形でアメリカンフットボールをお伝えしたいと思っておりますが、そのお願い叶いました幸いに思います。長時間にわたるご視聴ご観戦大変ありがとうございました。この配信は X ウェスト、X イベスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その企画にご同意いただきくださいました NFA 社会人アメリカンフットボール協会の皆様にも感謝申し上げます。その配信本日受けたまりましたのは私道楽屋リチャでした。機会許される時ありましたらまたこの配信でお会いさせていただきましょう。それでは失礼いたします。